おはようございます。4月16日今玉スタート。今が旬の埼玉の春野菜をご紹介します。鑑識の現場で活躍する女性警察官の仕事に迫ります。みなさん、おはようございます。いやー、だいぶ暖かくなってきたと思ったら、うん、寒い日もあったりとかして、結構寒暖差が激しい日が続きますよね。なので体調気をつけて頑張りましょう。はい、はい、さあ、そして今日も後半に素敵なプレゼントのお知らせがあります。ぜひ最後まで見てください。さあ、最初のコーナーは葵ちゃん。はい、4月に入って暖かくなってきましたよね、うん、もう野菜の収穫が増えてくる時期ということで、皆さんこちらをご覧ください。うん、穏やかな気候と豊かな自然に恵まれている埼玉県では、こんなにたくさんの種類の野菜が採れるんです。県内全域で結構まんべんなくいろんなところで野菜採れるんですね。そうなんです。今回はそんな埼玉県の北部地域、本庄市と深谷市で生でも美味しく食べられる旬の野菜を調査してきました。採れたての野菜はとっても美味しかったですよ。それでは早速 VTR、 ベジタブル、じゃーん、本庄市にやってまいりました。旬を迎える野菜あるって聞いてきたんですけど、そこを見たらもぎたて野菜書いてあって、ここで聞き込みすれば何の野菜か分かると思いますので、調査しに行きたいと思います。行ってきます。今が旬、埼玉の春野菜、農産物直売所こだま館で調査開始です。すいません、はい、ちょっとお話聞いてもいいですか。はいはい、ここで生でも美味しく食べられる旬の野菜があるって聞いたんですけど。今の時期はあれだよね、白くて丸い野菜。白くて丸い、なんかどんな特徴がありますか。食感がシャキシャキしてる野菜。シャキシャキしてる野菜、皆さん分かりますか。いや、今の時期だったら新玉ねぎじゃないですか。おつみさん正解です。やったー。本庄市で旬を迎えてる野菜は新玉ねぎです。本当に白くて丸いです ね、 ですね。県内出荷量第1位を誇る本庄市、甘みが強く生でも美味しい新玉ねぎは本庄こだま地域の特産品で、市民の皆さんにも親しまれている野菜です。そんな新玉ねぎを調査するため、JA 埼玉響きの南部営農経済センターに突撃。すいません、これが本庄市の新玉ねぎ。はい、はい、そうです、新玉ねぎです。生産量がすごい多いって聞いたんですけど。シーズン通しまして250トンから300トンぐらいになるかなと思ってます。生産者数は37件おりまして、ね、ちょうど玉ねぎの農家さん来たみたいです。こんにちは。これってどれぐらいの重さなんですか。これ10キロですね。1袋10キロ。玉ねぎ取りたくってやる気満々できたんですよ。そうですか。今日雨なんですけど、畑に行かせてもらうことってできますか。はい、大丈夫ですよ。やったー。車を走らせて福島さんの畑に向かいます。玉ねぎって普通の玉ねぎと新玉ねぎって何が違うんですか。まあ、新玉ねぎっていうのは5月末と5月、収穫時期が3月から4月、5月いっぱいぐらいまでのが大体新玉ねぎ。それ以降は玉が硬い玉ねぎなんですね。玉ねぎ狩りとかいうような他の方にですね、玉ねぎ収穫してもらってそれを買っていってもらうって形なんです。今年の玉ねぎ収穫祭は5月に開催される予定です。皆さん楽しみにしてくださいね。なかなかない機会ですよね。これは楽しみだ。さて、本来であれば新玉ねぎはご覧のように晴れた日に収穫されるんですよ。うん、手作業で収穫するんですね。でも葵ちゃん行った日雨降ってましたよね。はい、つらあいにくの天気だったんですけど、特別に収穫させていただきました。
こういうふうにですね、はい、持ってここに取れる。なるほど、スポって感じなんですね。よいしょ、お、取れました。簡単そうですね。そうなんですよ、意外と簡単に抜けたんですけど、これ一本一本座りながら手で抜っていくのは大変な作業なんじゃないかなと思いました。そうだよね。毎年どれぐらい収穫してるんですか？この極早生品種で10キロネット400袋ぐらい。今年はですね、2月とかがちょっと寒くてですね、雨も湿りもなかったんで、ちょっと玉の肥大が悪いんですけど、ここへ来て湿りもあるんで、徐々に大きくなってきてる段階ですね。また今日も降ると しばらく経つともっと大きくなるんです。まだまだ大きくなる予定で、なりますね。玉ねぎにとっては恵みの雨だね。そうなんですよ、この雨で大きくなるといいですね。収穫したばかりの新玉ねぎを試食させてもらいます。こちらスライスしたものをご用意いただきました。消毒していただきます。シャキシャキで本当に甘いですね。ポン酢もつけて食べてもらって、いただいて、定番ですよね。すごい合いますね。よかった。さっぱり食べられるし、はい、美味しいです。いやー、これ取れたてだから新鮮ですもんね。美味しそう、食べたいな。本庄市の新玉ねぎ、もっと多くの人に食べていただけたら嬉しいですよね。これから出荷量もますます増えてきますので、いっぱい玉ねぎを食べていただきたいと思ってます。全国の皆さんの食卓へ美味しいものを届けたいと思っております。本庄市の新玉ねぎ食べてください。福島さんたちが丹精込めて栽培した新玉ねぎは JA 埼玉ひびきの館内の直売所で購入することができます。今が旬、埼玉の春野菜。次のスポットは深谷市です。続いて深谷市にやってまいりました。ここ深谷市には馬かんべい、馬かんべいっていう野菜が旬を迎えているそうなんです。早速調査したいと思います。馬かんべいの情報を求めて JA 埼玉岡部農産物の収出荷施設へ突撃します。深谷なんで深谷ネギがありますね。これ馬かんべいなんですかね。すいません、こんにちは。馬かんべいっていうのを探してるんですけど、はい、馬かんべいは今日はないんですね。はい、出荷は終わっちゃったんですよ。そうなんですか。はい、なんか馬かんべいが見れる場所とかってありますか。じゃあうちのハウスで作ってるんで実際に見てみます。ハウスで馬かんべい作ってるんですね。何なんでしょうか。お邪魔してもいいですか。あ、どうぞどうぞ。広沢さんのご好意で特別にハウスへ向かいます。馬かんべいは埼玉県北部の方言で、これ馬かんべいって言うとこれ美味しいですよねっていう、その同意を求める意味なんですよね。なるほど、美味しい野菜ですね。きっと美味しいですよ。気になる。消毒をしてからビニールハウスに潜入。ついに馬かんべいとご対面です。馬かんべいってトマトだったんですね。はい、そうです。かわいい。これが馬かんべいです。深谷市の岡部地域で栽培されているフルーツトマト馬かんべい、 JA 埼玉岡部のオリジナルブランドです。ファースト系と呼ばれる先の尖った品種で、旬は3月から6月。知る人ぞ知る春のトマトとして人気があります。うん、形もかわいいですね。うん、そんな馬かんべいの収穫を早速体験させてもらいました。まずトマトの切り方なんですけども、はい、実から出ているこの枝ですね、ここに膨らんでいる節があるんですけども、この節のちょっと下のところでハサミをちょきっと、よいしょと。かわいい。普段トマト持っててこんな重くないかもしれない、この大きさは。ずっしりきますでしょ。すごい。馬かんべいっていうのは何か特徴があるんですか。はい、はい、非常に糖度が高いフルーツトマトになってまして、大体糖度で言いますと一般のトマトは5度ぐらいなんですけど、馬かんべいの方はですね9度以上になってます。
で中にはですね、あの11度、12度っていうのもあってですね、いちごに近い甘さになってますね。これ甘くするのにはなんかコツみたいなのがあるんですか？はい、やっぱり水を植物ってあげるじゃないですか。 それをできるだけですね、あの絞るんですね。少なくしちゃうんですか？はい、あんまりあげないとですね、木はストレスを感じてですね、ミニアの糖分を貯めるっていう性質があるんです。でも水あげないとこれ枯れちゃうんじゃないですか？そうですね、だからそこのところが非常にコントロールが難しくて、であんまりあげないと今度やっぱり枯れたり病気になったりとかですね、してしまうんですね。でそこを毎日毎日この木の状態を見ながら水の量をこう変えていくっていうところになります。水のあげる量が少ないのでこのようにトマトの葉っぱもしおれているんですよ。そこまで徹底することで美味しいうま勘弁できるんですね。そうなんです。収穫を体験したところでうま勘弁を食べさせていただくことに。 いただきます。甘い。そうですよね、甘さだけでなくて酸味も程よくあって。そうなんですよ、甘さと酸味がうまくバランスよく入ってるとより甘さを引き出すっていうような、もう一つの大事な特徴として旨味っていうのがあるんですよね。旨味か、もう確かにこれギュッと詰まってる感じがします。ここからは広沢さんおすすめの食べ方でいただきます。まずはクラッカーにクリームチーズとうま勘弁を乗せたカナッペです。どう、うま勘弁。これはうま勘弁ですよ。なんかより甘さと酸味が際立つというか、とってもあのやっぱりおつまみにも最適なので、ぜひワインと一緒に召し上がっていただければと思います。次は生ハムトマトです。生ハムがしょっぱいのでなんかより甘く感じます。塩味の後に甘さがグッと入ってきますよね。私もこれ大好物ですよ。どちらもとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。いいな、羨ましい。最後に広沢さんの目標を伺いました。今後の目標とかってありますか？はい、私はまだあの農家になって4年目なんですね。水の管理ですとか、どうやってトマトを育ててたらいいか、師匠先輩から教わってたくさん作れるように頑張りたいと思います。深谷市のうま勘弁、ぜひ食べてみてください。せーの、うま勘弁。ああ、美味しそうですね。うま勘弁、フルーツトマトなんですよね。フルーツで甘いって糖度の話もありましたけど、でも旨味もあるんでしょ、これ一度ちょっと食べてみたいですね。気になる、ね、やっぱりトマトっていうと夏野菜のイメージがあるので、旬はこれからなのかなって思ったんですけれども、このうま勘弁は今がまさに旬ということで、いや私もねトマト毎日食べるくらい大好きなので、ね、ちょっと食べてみたいですね。あとやっぱり新玉ねぎもね、あれポン酢で食べてるのも美味しそうでしたし、抜くのも楽しそうだったんで、玉ねぎ収穫祭晴れるといいですね。そうか、ちなみになんですけど、うま勘弁ってどこに行けば購入できるんですか？はい、深谷市のうま勘弁は道の駅岡部などで販売されています。お買い求めの際には事前のご確認をお願いします。埼玉の旬の野菜ね、まだまだたくさんありますからね、皆さんにぜひ召し上がっていただきたいです。さあ続いてのコーナーはさえきちゃん。はい、皆さんは警察官の鑑識というお仕事をご存知ですか？テレビだったり映画だと、こう事件があった時にこう駆け足でいち早く行って、指紋とかをねこう取るイメージがありますね。はい、それですね。で実は埼玉県警には女性警察官だけで構成された鑑識チームがあるんです。地域の警察署からの要請を受けて県内のどこにでも出動するんですよ。今回は現場で活躍する女性鑑識官にお会いしてチーム誕生の背景などお伺いしてきました。私が鑑識の体験もしてきましたのでご覧ください。埼玉県警察本部刑事部鑑識課に属する機動鑑識第6係、女性警察官だけで構成されている鑑識チームで現在6名が所属しています。今回はその機動鑑識第6係から巡査部長の佐藤さんにお話を伺います。
では本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず思ったのが小柄ですよね、はい、よく言われます、うん、埼玉県警受けた時もですね、規定の身長ギリギリ満たしたおかげで受けることができましたね。そうなんですね、はい、でもやっぱり普段訓練はされてるんですもんね。そうですね、警察では柔道と剣道をやることになっているんですけれども、はい、現在私一応柔道初段をいただいております。じゃあ私より強いですよ。いやいやいやであと、はい、同い年なんですよね。実は平成4年そう、なんかあれですね、親近感湧きますね。そうなんです、親近感湧きながらちょっと今日いろいろお伺いさせていただきたいんですけども、はい、佐藤さんが所属するのは全国初の女性だけの鑑識チームですよね。はい、その通りです。2015年に設立したんですけれども、はい、当時ですね、全国初の女性ペアの機動鑑識班が誕生しています。これチーム誕生の経緯みたいなものを教えてもらえますか。はい、埼玉県の方では刑事事件のですね、認知件数は年々減少してきているんですけれども、性犯罪事件に関してはですね、依然として未だに多いのが現状になってます、うん、性犯罪なんですけれども、やはり女性が被害に遭うことが多くてですね、そういった時に男性警察官が聴取するとちょっと嫌だなとか、そういった形でですね、精神的負担になってしまうことが多々あったので、そういった形でやはり対応するのは女性警察官がいいだろうという形でですね、その一つの課題を解決するために誕生したのが埼玉県機動鑑識班になります。なるほど、はい、そういう背景があったんですね、はい、鑑識官は具体的に現場でどういったことをするんですか。はい、本来はですね、2人1組で活動しているので、2人でですね、現場に行って初動捜査の方を行います。その2人1組の、はい、まあ、バディですよね、はい、その方も女性なんですか。はい、その通りです。同じ女性でですね、私が今階級が巡査部長になるんですけれども、部下として巡査の子が、はい、愛犬者として今一緒に活動してくれています。具体的に何をするのかというと、性犯罪被害の場合であったら、よくある DNA 捜査、はいはい、それらの資料採取を行います、うんうん、あとよく映画やドラマで見るような指紋や足跡ですね。他にも似顔絵捜査とか、はい、そういったことも私たちは行っています。なるほど、性犯罪の被害者の聴取もされる、はい、ということだったんですけども、はい、やっぱりそういったお話を聞くのは辛いものもありますよね。そうですね、被害者の方は、実際に被害に遭った状況を思い出してしまうことにもなるので、うん、非常に辛い時間になると思います、うん、ただ私たちも犯人検挙のためには必要な情報をどうしても聞かなければならないので、はい、そのことを説明してですね、なんとか協力していただいているような形です。なんかその上で心がけていることとかってありますか。はい、やはり被害者の精神的負担、それらを軽減することが一番だと思っています。最近ではですね、 LGBTQ とか、はい、そういった言葉があると思うんですけど、女性がですね、女性の対応をするのが当たり前ではない時代になってきていますので、うん、私たちは最初にですね、対応するのは男性警察官がいいですか、女性警察官がいいですかということで、被害者さん自身に選んでもらっています。なるほど、はい、それめちゃめちゃ大事ですよね。そうですね、はい、やっぱりこう外見でね、決めつけずにその選択肢を与えるっていうのはすごくこう大事だなって思います。そうですね、その人自身の気持ちの問題になりますので、被害者さん自身に選んでもらうことが重要だと思っています。さあ、ここからは実際に鑑識のお仕事を覗いてみましょう。佐伯さんの目の前にですね、実際の鑑識の現場で使っている指紋採取セットを用意しました、うん、あれですよね、刑事ドラマとかでよく見る、はい、うん、そうです。この道具を使って指紋の採取をしていただきます、うん、あ、やってみたかった、はい、この茶色い瓶にですね、うんうん、指紋をつけています。ついてるんですか。はい、ついています。まあ肉眼では今のところ見えないですね。最初はですね、イメージ通りにやっていただこうかと。え、教えてくれないんですか。はい、まあドラマとかね、見てますから。そうですね、鑑識官になったつもりで頑張ります。これがね、そうそうそう、粉ですよ。これをハケでつけるんですよ。これが謎なんだよな。貼るんかな、思い切りいっちゃえ。つけすぎ、どうなんだろう、これわかんのかな。あ、待って、見つけたんだけど。え、
個でしょう。で、問題はこっからよ。これをね、多分はつけんじゃないの。こうやってやってみよう、イメージ通りはつけて。あ、ちょっとずれちゃった。はつけたら、あれ何もついてないんだけど。ちょっと待って、剥がすとか、剥がれる、剥がれた。えい、これでいけたでしょ。どうだ、あれ映ってないんだけど。ちょっと待って、あれちょっと待って、想像と違うぞ。こっちか、こっちだったのか。え、やっちゃったかも。そうなんです、使うのは剥がしたフィルムの方だったんですね。もう一回、もう一回、これもう一枚ください。わかりました、もう一枚出します。あ、でも変な、こんなついちゃったかな、こんな、えい、こうだ。うんうんって言ってくれてるし。そしていけた。そしてこれをここに貼り付ければ。ちょっと待って、できました。一応はい、こちらが私が採取した指紋です。うん、ちゃんと取れてますよね。うん、そう思いますよね。うん、でもこの後佐藤さんに正しい指紋の採取方法を見せていただいたんですが、使う粉の量がもう全然違いました。もっと丁寧に採取しないといけないんですよ。ちょっとね、私のは豪快すぎたようですね。いや、まあさすがね、今玉の元気印ですよ。佐伯ちゃんらしい。はい、では完成です。完成品、やっぱりこうやって並べてみると全然違いますね。本来であれば、うん、こういう風に斜めになったりとか、そういったことはしてはいけないんですよ。はいはい、どっちの角度か分からなくなってしまうので。そっか、はい、その角度が分かるような形で採取していきます。うわ、もう私思いっきりこの紙、はいはい、シートの角度に合わせちゃいました。指紋はですね、万人不動、終生不変という特徴がありまして、うん、生まれてから死ぬまで指紋は変わらないし、同じ指紋を持っている人は一人としていないと言われています。はい、はい、それらを識別していくのが指紋の線になるんですけれども、うん、その指紋が分かれたり一緒になったり、そういった特徴点がこの指の中にたくさん情報が含まれています。はい、そういったものがちゃんと分かるようになれれば鑑定に耐えられる指紋と言われています。確かにちゃんと線見えますもんね。はい、佐藤さんが取った方、自分の方はちょっと粉まみれですね。これだとやっぱり犯人特定にはちょっと使えませんよね。そうですね。ね、最後に佐藤さんからメッセージをいただきました。鑑識はよく映画やドラマで見るようなイメージとは少し実際は違っているかもしれません。しかし私たちの活動の裏には辛い思いをしている被害者さんの声があります。そういった声を聞き漏らさずに資料採取につなげて事件解決に導いていくことが鑑識の使命だと思っています。私たちは指紋や足跡の採取をしますけども、そういった活動をするためには情報を提供してくれる目撃者または立ち会い人をしてくれる県民の皆様がいなければ活動できません。今後私たちは事件捜査を通じて県民の皆さんと関わっていくことになると思いますが、どうかその時はご理解とご協力、また少しの応援をいただければありがたいです。よろしくお願いします。いや、佐伯ちゃん様になってましたよ、体験してましたけど。ね、やっぱりね、ふと思うと鑑識の仕事ってテレビとかね、映画とかではよく見るんですけど、やっぱりね、直接鑑識官の方のお話聞いたことあるかって言われると全くないんですよね。だから今回ね、直接お話伺えて本当にいい機会になりました。もし私がこう犯罪被害に遭った時に、まあ、私の場合は女性の警察官の方とお話ができたら、こうよりなんかこうお話を深く聞いてもらえるんじゃないかとか、寄り添ってもらえるんじゃないかなって思うので、
こう聴取する方が男性の方か女性の方かって選べるっていうのはすごくいいなって思いましたし、こう選択肢があることでよりなんか頼りになるなって思いましたね。すごく心強いですね。さあそんな、ね、鑑識班の皆さんなんですけど、3交代24時間勤務なんですね。なんです3日に1度は徹夜っていうかなりハードなお仕事されてるんですよ。そうなると体だけじゃなくてこのメンタルのケアっていうのも大変そうですよね。そうですよね。この佐藤さんはですね、そのプライベートとのバランスもうまく取りながらお仕事に励んでいるということで、楽しそうなプライベートのお写真借りてきました。こちら、わあ楽しそう、ね、そう佐藤さんご自身ディズニーが大好きということで、こちらが佐藤さんなんですけど、すごいギャップ、全然違います ね、 ギャップありますよね。そしてもう1枚、こちらはご夫婦での1枚ということで、長瀞の岩畳で撮影したそうです。はい、素敵ですね。まあ、埼玉県がねこうやってモデルになって多様性に配慮した女性だけの機動鑑識チーム、ね、これが全国にまた広がっていくといいですよね。これからも皆さんの期待、活躍に期待したいと思います。続いてはインフォメーションです。佐々木さん。はい、消費者トラブルにご注意ください。今月から成年年齢が18歳に引き下げられました。成人すると様々な契約やローンを組むことが自分だけでできるようになります。新たに成人となった18歳や19歳の皆さんは社会経験が少ないこともあり、悪質業者による消費者トラブルに巻き込まれる恐れがあります。契約の際には内容を十分に理解し、不要なものや強引な勧誘はきっぱり断りましょう。またクーリングオフや消費者契約法などトラブルから身を守るルールもありますので、日頃から学んでおきましょう。消費者トラブルでお困りの際はお近くの消費生活センターや全国共通ダイヤル消費者ホットライン188に電話して相談してください。以上、今週のインフォメーションでした。続いてはプレゼントです。あおいちゃん。はい、番組でご紹介した旬の野菜をご提供いただきました。ありがとうございます。本庄市の新玉ねぎ5キロと深谷市のうまかんべ1キロをそれぞれ3人の方にプレゼントします。はがきにご希望の野菜の名前、住所、氏名、年齢、電話番号、そして番組のご意見ご感想を必ずお書きの上、ご覧の宛先までお送りください。締め切りは4月19日火曜日です。ファックスまたは県のホームページからもご応募いただけます。たくさんのご応募お待ちしております。今旬ですからね、応募ください。さて来週は県内の道の駅を金井さんと小坂井さんがドライブで巡ります。あの二人初めてのロケですか、ね、ね、楽しみですね、はい、ご覧ください。さて埼玉県では4カ所のワクチン接種センターを開設しています。学校や仕事帰りに利用できますので、ゴールデンウィーク前に早めの接種をご検討ください。それでは今時埼玉、今たま、また来週。